アルン880.2040号車、制御車の LN880 型との二行編成、ボローニャ中央駅、1984年制御客車の LN880.2001 号車、ボローニャ中央駅、1984年ピエトラルサ、国立鉄道博物館で生態保存されているアルン880.2018号車、2012年、 イタリア国鉄ア r 八8 8 0機動車は、イタリアのイタリア国鉄で使用されていた、本線用機械式機動車である。イタリアでは、1930年代以降、リットリナと呼ばれる、1機もしくは2機のエンジンを台車上に搭載した、機械式の軽量機動車が各地で導入されており、省力化や高速化、サービス向上などが図られていた。基本的には、 機械式機動車であるリットリナは、最初の機体である1932年製のアルブ48及び、アルブ64では、車体の片側台車に走過した手機を運転士が前後、どちらの運転台からも操作可能なものとなり、その後1933年製のアルン56では、前後の台車に走過した2機の手機の総括制御が、1936年製の アルン556では2両編成の総括制御が可能となっていた。また、ローカル列車用のみならず優等列車用の機体も導入されており、3車体連接で2プラス1列の3人がけ固定式、クロスシートの1等室、2等室と、厨房、配膳室、荷物室を装備する a t r 百や二車体連接で、ベッドルーム、シャワールーム付きの個室と、ラウンジ、 中房、配膳室を装備する ATS-1 といった車両も運行されていた。また、1940年以降には、リットリナの次の世代の機動車として、2機の手機を車体に、そうかし、DF1.15 液体変速機を搭載する、液体式機機動車であるアルン772が導入されていた。しかし、その後、第二次世界大戦により、 イタリアの鉄道網や機材は荒廃し、1940年代後半には、その復旧に力が入れられ、優等列車用のットル200電車をはじめとする、戦前の機材が再整備される一方、戦前の機材の復旧だけでは増加する輸送量に対応できなかったため、E424 電気機関車や、アルン772機動車の生産が再開されると、共に、 普通列車用の電車及び機動車の新形式の導入が計画された。この計画に基づき導入された電車が L840、機動車がアルン990及び本校で記述するアルン880であり、デザイン上の類似点も多かった。このうち機動車は製造メーカーによって形式が分かれており、フィアット製のものをアルン990、 ブレで製のものをアルン880とし、アルン772のサイト同様に、メーカーとしては、規模の小さかったについては、フィアットの原設計による機体をベースに、独自の設計を反映させた、アルン990とする方式していた。アルン880及び、アルン990におけるアルン772からの、主な変更点は、経済性を考慮して、 主機を消出力に機関搭載から大出力の位置、機関搭載に変更することと、2両以上の編成の列車において、乗客及び乗務員の列車内通行の便を測るために機関を車体前頭部搭載から大車間に床下、搭載として前頭部に貫通路を設置することの2点であった。変速機については、フィアット及びブレデ製の機体は、リットリナから引き続きの機械式として、 遠隔操作5段変速の変速機と流体継手を組み合わせたものとし、OM 製の機体は、r 七百772から引き続きの液体式として製造することとした。なお、本形式後は信頼性、冗調性を考慮して1980年代に至るまで5段変速の機械式変速機付けの中出力ディーゼルエンジンを2機搭載した機械式機動車が製造されている。 なお、形式名の A は、動力車両、L は、軽量、N はディーゼル燃料を表し、880の10位と1位の80は、座席数を、100位の8は、総括制御が可能であることを表すため、10位の数字、8を繰り返したもの、基板の繊維の2はブレで正を、100位から1位は、製造順を表しており、これは、制御客車の LN880 においても同様となっている。 アルン880は、リットリナ以降のイタリア機動車の流れを引く、流線系のデザインと1930年代以降の、イタリア鉄道車両標準のイザベラと呼ばれる、赤茶色塗装の車体を持つ、両運転台の機動車、LN880 は、同じく両運転台の制御客車で、アルン880.2001から 2040? の40両と LN880.2001 から2010の重量が製造されており、各機体の形式基板と製造年、製造所、その後の経歴は以下の通りである。ありがとうございます。